はい、本日はですね、最近の購入品3点を紹介していきたいなというふうに思います。で、まあこちらに並んでるのがずらっと3点あるんですけども、これがですね、昨日多分アップロードされてる動画があると思うんですけど、ザボーっていうセレクトショップに買い物しに行きましたでいう動画があると思うんですけど、そこで購入したアイテムということになってて、で、まあそれこそですね、結構まあ12月も入って、そろそろ皆さんアウターは買いましたよと、コート買ったよ、ダウン買ったよ、まあ次じゃあ何買おうかな、パンツないな、手袋ないな、インナーないなっていうところの方も多いと思うんですね。で、まあなんでそう思うかっていうと、僕がそうやからなんですよ。ダウンジャケットはいっぱいあるけども、じゃあそれにどう合わせていこうかなってなった時に、あ、パンツいるな、ニットいるな、手袋いるなということで急遽買い合わせたということになっておりますので、まあ、その辺をざっくり紹介していきたいなというふうに思うんですけど、今日の流れとしてはですね、もう3点一気にズバッと紹介していこうかなと思いますので、まあ、それぞれ1点ずつ特徴、デメリット、おすすめの人っていうのをキュッといつもより短くしてですね、まあ3分の、まあ、10分ぐらいで終わらせたらなという希望ではあるんですけども、そんな感じで撮影していきたいなというふうに思いますので、まず一番最初っていうのがこの手袋からいきたいなと思います。でこちらの手袋ですね、まあ、パッて見てもらったら分かると思うんですけど、こうレザー調というか革っぽい感じでかっこいい感じの、まあ、大人な手袋って感じですね、まあ、これがですねデンツというグローブのカバーメーカーになってまして、デンツというと、まあ、好きな方は一瞬でピンとくると思うんですけど、ジェームズ・ボンドなんですよね。007のジェームズ・ボンドがつけた手袋ということで、僕やっぱイギリス系が好きなんで、どうしてもこうニヤついちゃうんですけども、まあ、そうやってデンツという革の手袋ということになっておりますので、もちろん本革なので長く使えますし、で、まあ、何よりもこうスタイリッシュなんですよね。結構細身というか、そんな手袋なんですけど、こうボカッとでかい感じじゃないので、まあ、これのざっくり特徴をまず紹介していきたいなと思うんですけども、デンツと言ってですね、まあ、イギリスのブランドなんですね、言いましたね、1977年から出るという、結構昔、もう300年ぐらい前から、もう250年か前からずっとあるブランドなんで、まあ、老舗中の老舗なんですけど、まず一つ目の特徴っていうのが本革なんですよね。これよく合皮の革とかやったら使ってたらですね、パリ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 取れてくるんですよ。そんならもう結局なんかパリパリ取れてきて見た目悪いから、もう2年か3年ぐらいでも使わへんくなるっていうことで、まあ、値段はフェイクレザーとか、そういうの安いんですけど、やっぱ本革ってその分値段は高くなるけども、パリパリめくれてくるっていうのが基本的にはないんで、まあ、そういう部分では持ちがいいんじゃないかなということと、あともうデンツがですね、このブランドが3種類革があるんですよ。何かっていうと、何やったっけ、ペッカリーっていう革で、こうペッカリーというのは日本にいてないんですね、この動物は。で、真ん中が、鹿は日本にいてますよね、奈良にいてるということで、僕の出身地奈良なんですけど、そこにはうじゃうじゃといてますよということで、奈良の鹿がいてますよという、ちょっと話がそれたんですけど、まあ、鹿がおると。で、最後に、羊ですねっていうことになっていて、この革じゃどれ使ってんのっていう、羊なんですよ。だからまあ一番なんていうんですかね、値段的にも安いし、あとは革が柔らかい革を使ってるんですよね。で、まあ他もちろん鹿とか、あとペッカリーも柔らかいのは柔らかいんですけど、ペッカリーっていうやつがヨーロッパとかアメリカでしか住んでない、まあ要はイノシシ系の動物なんですけど、イノシシ系のその動物は皮がめちゃくちゃ柔らかいんですけど高いんですよね。ペッカリーって調べてもらったら分かるんですけど、まあ動物の顔としてもちょっとこうなんていうんですかね、迫力のある顔やし、値段的にもちょっと迫力があるということで、今回は敬遠して羊の皮の本革を購入したということになっておりますので、まあこれ値段がね、確か2万円いかへんぐらいで買えるんですけど、ペッカリーまで行っちゃうとほんま6万とか7万ぐらいしちゃうので、これ3つ分ぐらいの、ね、お値段がするということで、まあ、今回は、シープスキンという羊の革を購入しました。これが一応次の特徴になるんですけど、スマホ対応なんですよ。なので結構本革で、そんな上の生地何もついてないんで、僕も思うんですけど、なぜか知らんけど本革対応になってて、これちょっとどういう構造で本革になってるんかっていう、本革じゃないタッチスクリーンになってるんかっていうのが僕ちょっとあんまり分かってはないんですけど、一応このタッチスクリーンの部分もちゃんと本革使ってるのにもかかわらず、スマホが触れるということになってるので、まあ、この辺なんかはありがたいんちゃうかなと思います。で、次の特徴がですね、パッて裏返していくと、この裏側にはデンツ1777でこれかっこいいですよね、書いてあって、まあ本題でいきますね。この裏生地の方がポリエステルという生地を使ってるんですね。で、ポリエステルというと僕の動画でもよくよく出てくるんですけど、まあ、どんな生地なんかっていうと、ポリエステルを使ってるっていうことは、それだけ速乾性があったりするっていうことで、もう手の中で例えばこうグローブ入れてますよね、ほんならまあ蒸れてきたってなったりとかして、こうジメッとしてきたとしても、ポリエステルだったらそんなにこう何ですか、速乾性も早いし、こうベタベタしないっていうところが良かったりするので、多分そういうところも考えてあえてこのポリエステルを使ってると思うんですけど、このデンツのグローブは物によってはウールを使ってたりとかするので、まあ、これ一番安いモデルなんでポリエステルなんですけど、まあ、ウールを使ってる方がもっとあったかいのはあったかいと思いますし、まあ、そういうのがあるということになってるので、まあ、どんな人におすすめなんかというと、やっぱりこれサラリーマンの方とか、あと綺麗めな格好される方なんかにはめちゃくちゃいいと思うので、まあ後でコーディネートというか全部着てる様子を見てもらうんですけども、まあカジュアルでもちょっとこう綺麗めを取り
り入れたい格好の時なんかにはまあまあ重宝するんじゃないかなということが、おすすめですね。あ、デメリット言うの忘れてました。デメリット何かというとやっぱ川やから、あの雨ですよね。濡れちゃうとちょっとこれ手入れしなきゃいけないので、まあ、その辺とかもそうなんかなというところで、まあ、雨はちょっとこれはもう使えないんちゃうかなというところになってますので、雨が唯一のデメリットと、まあ、あとは手入れがしなきゃいけないっていうのが人によってはデメリットですが、僕はあの手入れするの好きなんでデメリットに僕は入らないんですけど、人によったらこれはあの手入れするのめんどくさいなっていう人もいてると思うので、まあ、その辺がこのデンツの紹介になるんかなというふうに思います。まあ、なのでホンガー使ってて、まあ、一応タッチスクリーンであのスマホも触れますよっていうことがなってたりだとか、ただこのスマホ触れるのは全部が対応してるわけじゃなくて、このモデルはそうなんですけど、他のモデルはスマホは対応しない、もう従来 の, あの昔からある1777年にスマホなんかないじゃないですか。だからその時と全く同じような感じで作られているので、まあ、スマホは対応しないんですけど、まあ、このモデルに関してはスマホも対応してるし、ちゃんと本革やしというような、新生のブランドが出している手袋ということになっております。まあ、次は2点目に行きたいなと思うんですが、次の2点目がこちらのニットになります。まあ、このニットパッて見てもらったら分かると思うんですけど、あんまりありそうでない色じゃないですか。で、まあ、このブランドがハーレーオブスコットランドというブランドになってて、まあ、名前の通りどこで作ってるんですか言うたら、まあ、スコットランドなんでイギリスなんですよ。またイギリス海内ということで、イギリスのメーカーが作ってるということなんですけど、これ実は多いのがニット系ってスコットランドとかがめちゃくちゃ有名なんですよね。で、まあ、スコットランドの羊の毛を使ってるんですけど、まあ、あんまり言い過ぎるとね特徴になっちゃうのであれなんですけど、これパッと見てもらった瞬間にめっちゃ良くないですか。大人な感じの色気があるという大人な感じのニット、でこの色味って絶対女子好きじゃないですか。だから女子受けナンバーワンニットと言っても過言ではないし、まあ、このメーカー自体が結構あれなんですよね、いろんなカラーを置いてるので、赤、真っ赤もあれば青もあればオレンジもあるしっていう結構いろんな色があるんですが、まあ、その中でもこの比較的合わせやすそうな色で、これ何やったかな、マッシュルームという色だったと思うんですけど、マッシュルームカラーを購入いたしました。で、まあ、これの特徴としてはまず何っていうと、やっぱり保温力ですね。暖かいんですけど、僕今まであんまりウールの素材のものって買わなかったんですよ。結局手入れがめんどくさいっていうのが、まあ後でデメリットで言うんですけど、めんどくさいから買わんかったんですけど、まあ、今回初めてウール100のニットを購入して、まあ、もちろんそれは保温力それはあるわなということで、普通の化学繊維で作られてるアクリルとかに比べるとやっぱり保温力は高いと思いますし、でこのウールがですね、そのスコットランドのめいめい鳴いてる羊たちから取られたウールなんですよね。で結構他のブランドとかでもスコットランドの羊使ってるあのニットブランドとか結構あるんですよ。まあ、なのでそれ考えたら、まあ、品質はもう間違いないっていうところは分かってもらえると思うんですけど、まあ、なので暖かいセーターという感じですね。そして次の特徴がですね、これ縫い目がないんですよね。シームレスになってるっていうのがもうめちゃくちゃいい特徴になってて、基本的に例えばニットとかってこの、脇の下のところに縫い目があったりだとか、あと肩のところにこう縫い目があったりとかすると思うんですけど、これに関してはもう縫い目がないんですよ。で縫い目がないとどういうことがいいのっていうと、やっぱり縫い目がないっていうのはそんだけこう突っ張りにくかったりするんですよね。自分の体にこうフィットしやすかったりとかするので、結構このメーカー着張る方ってほんまジャストサイズで着張る方とかも多いんですけど、なんでそれができるんかっていうと、やっぱりしっかりこう縫い目がない状態で作ってるから、こうジャストフィットした着方ができたりはするんですけど、どうしてもやっぱ縫い目があったりするとこう突っ張ってきたりとかして、なかなかジャストでは着れなかったりするんですね。短くなりすぎたりするんですけど、まあ、そういった縫い目がないっていうところでいろんな着こなしができるような、まあ、幅が広くなってるというところも特徴かなというふうには思います。でもですね、やっぱりデメリットあるんですよね。これ何がデメリットかっていうと、やっぱり洗濯できないんですよ。でこれに関してはさっきも言ったみたいにウール100なんで、ウール100で洗濯するとほんまになんていうんですかね、縮んじゃうんですよね。で縮むってもうどういう洗い方しても縮んじゃうんですよ。で、まあ、もしかしたら人によったら、あそんなに俺今まで縮んでると思わんかったわっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、このウールのね素材から考えても、どう考えても水に濡らす縮むっていうのはもう原理的にそうなんですよね。なので、まあ、僕とかやったらですね、あんまり短くなっておへそとか出ちゃうとフワちゃんみたいになっちゃうっていう恐れがありますので、まあ、そうなってくるとですね、ヒゲを生やしたおっさん、30超えたおっさんがへそ出してるっていう、まあ、みっともない姿はなかなか見せれないかなというふうに思いますので、僕ちょっとサイズこれちょっと大きめにはしてたんですけども、まあ、そういった感じであまりね、ちょっとへそ出しルックもちょっと30超えてどうかなということで、まあ、チャンネル名もね、そうなったらタクゾーテンのタクちゃんに変えていかんとダメで、自撮り棒を持って撮影していかなあかんということで、それはちょっと困るなということで、まあ、ちょっと洗濯はできないので、まあ、クリーニングとかで出していくことにはなるんですけども、まあ、メインの扱い方としてはブラシあるんですね。でブラシでこうやって綺麗に毛並みを揃えてあげたりとかすると、毛玉がほつれていったり綺麗になったりとかするんです。
ですけど、あんまり安いブラシやっちゃうと生地が傷んだりするっていうのもあったりするんで、またそれはまた別動画で撮ろうかなとは思うんですけども、まあそういったブラシでこうやって対応していくっていう感じで1年に1回ぐらいクリーニング出したりとかするっていうのが、まあ使い方としてはまあそんな感じになってくるんかなと思うんですが、もう一個デメリットとしてはですね、やっぱりウール100っていうとこなんで、まあ、セーター独特のチクチク感っていうんですかね、やっぱそういうのは若干あるんですよね。でまあなんでそんなことが起こるかっていうとですね、やっぱりこれほんまにあの羊の毛を使ってるので、羊の毛ってやっぱあの人間の毛もそうですけど、癖毛の人もいてたら直毛の人もいてるじゃないですか、まあ、そんな感じで羊の毛もですね、こういろんな方向にやっぱ行ってるっていうか曲がったりとかしてるので、やっぱそれがね肌に当たるとちょっとチクチクした感じっていうのはやっぱどうしてもあるんですよ。ウール100の製品を使ってればまあまあ仕方がないというか、まあこうなっちゃうよねということになってて、まあその代わり保温力が高いっていうところはチクチクのこう何ていうんですかね、トレードオフというか、あのチクチクがある代わりあったかさはあるよという感じになってるっていうのが、まあデメリットぐらいですかね。まあなのでおすすめの人はですね、やっぱりこれって結構さっき見たみたいにあのカラーが豊富なんですよね。でカラーが豊富なんで、特に冬場とかってダウンジャケットコートってあの黒が多い方とかネイビーが多い方多いと思うんですけど、まあそういう中にこれさっ て入れてあげるだけで、まあこのマッシュルームは別にあのそんなに差し色にはならないんですけど、普通の着こなしができるぐらいな感じだと思うんですけど、それ以外にやったらちょっと派手な色味やったら差し色にもできたりするし、で色のアクセントにもなったりはするの でなおかつあのスコットランドの本物の羊を使ってるっていうことなんで、品質的には間違いないし、なおかつこう見た目的にも遊べるというかっていう感じの人がおすすめかなというふうには思いますので、まあそんな感じということで、最後3つ目っていうのがですね、こちらの白のパンツがですね、バーンストーマーという、まあ、メーカーになってるんですけど、あのバーンストーマーというとじゃあどこで作られてんのっていうと、やっぱり、イギリスと来たからイギリスでしょうと思うんですけど、これ残念ながら日本なんですよね。これはイギリスじゃないということになってて、もうこれもあの結構昔からあるメーカーというかブランドになってるので、知ってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、それこそ今の40代とか50代ぐらいの人とかやったら結構ああ俺あの当時履いてたわという方も多いとは思うんですが、まあ、それぐらい、1970年代ぐらいに、作られたブランドということになってて、まあ、これに関しては結構なんですかね、綺麗めな感じで履くようなパンツにはなってるんですけども、まあ、特徴としていくと、まあ、一つ目の特徴としてはですね、やっぱメイドインジャパンで作られてるということなんで、細かい縫製とか見てもめちゃくちゃ綺麗に縫製されてるんですよね。でそれこそほんまかいなっていう感じだと思うんですけど、たまに、どこどこさんって東南アジアのメーカーのとことかあるじゃないですか。でそれとかのステッチ見たりしたらやっぱ歪んでるんですよ。でそういうのがやっぱ日本のメーカーってあんまりないんですよね。でそれによってどうなるかというと、そう長年使っていったり洗濯していってもほつれにくかったりするっていうのが、やっぱメイドインジャパンのさすがジャパンですなということで、今までイギリスがいいって言ってたのに急に日本に転がり込むということなんですけど、まあ、そういった日本のメーカーが作ってますよということになってて、でその次にはですね、これよく見ていくとヘリーンボーン柄といって、普通のただのコットンじゃなくてヘリーンボーンっていう、まあ、柄っぽくなってるんですよね。でこれは何かっていうと、まあ、生地自体はコットン、あのデニムとかと同じような感じなんで、コットンとか T シャツとか全く同じようなコットンを 100% 使ってるんですけど、その折り方っていうのにちょっとヘリーボーンの柄があるので、ただの普通の白パンやったらめちゃくちゃ綺麗な感じになっちゃうじゃないですか。スーツとかそんな感じになっちゃうけど、そういうあえて柄を入れることによってちょっとミリタリーっぽい感じのテイストで履けるので、私服でも履けるし、まあ、なおかつ綺麗めにも履けるっていうような感じにはなってますね。でまあ僕個人的に好きなのはですね、これ裾がダブルの仕様になってるということで、まあ、このダブルの仕様になってるだけでも、まあ、綺麗めな感じ出るじゃないですか。まあ、僕結構アウターがなんていうんですかね、カジュアルなアウトドア系のブランドが多いので、まあ、こういう下のパンツに綺麗め持ってきてあげるだけで結構まとまりやすいというか、バランスが取りやすいじゃないですか。でまあ、そういうところが良かったりするということと、一応サイズが M サイズというサイズになっているので、まあ、一応ウエスト的にはまあ30とか32インチとかもそれぐらいにしてたら全然問題ないと思うんですけど、それぐらいのサイズ感で、まあ、おすすめの人っていうとまあ大人の白パン履きたい、ちょうど今とかって結構白のパンツが流行ってるじゃないですか。そういう方で、まあ、白系のパンツ履きたいなとかって思ってある方なんかには、まあ、あの一回トライするのには結構優しいというか、そんなに変なシルエットでもないし、いびつなシルエットやったらいきなり挑戦するには結構難しいじゃないですか。だけどまあ定番の、まあ、見慣れたシルエットやったらまあまあ白でもありかなみたいな感じで思ってある方なんかには、一発これまあパンって最初に導入するのにはいいんちゃうかなというふうに思いますので、以上3点ですね。グローブ、ニット、パンツっていうのを購入したんですけど、これあの気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけど、これ今からそれを着てきたらですね、もうこれだけでコーディネートが完成するんですよね。まあ、なのでその様子を見てもらいたいなと思うんですけど、まあ、パンツがさっき言ったみたいに M サイズのパンツを着用してて、まあ、L と迷ったんですけど、 L サイズやとちょっと大きかったんで M サイズで、まあ、シルエットも綺麗やしウエストも全然問題ないので、まあ、M サイズで購入した。で次セーターの方に関してはサイズがですね44っていうのを着用してるんですよね。でまあザボーっていうセレクトショップからすると、あそこでちょっと大人系じゃないですか。ほんならやっぱりちょっとサイズは大きいらしいんですよ。ほんまやったらジャストに着た方がいいって言われたんですけど、まあ個人的にはそのザボーの大人っぽい着方よりはちょっとゆったりしてる方が今の気分に僕は合ってるので
で、あえてサイズを44まで上げて、ほんまやったら42でいいって言われたんですけど、42やと手を前にした瞬間にこう足りなかったんですよね。でそれちょっと僕は嫌やなと思って、まあ、洋服は着方がね好き好き皆さんあると思うのであれなんですけど、まあ、今後クリーニングとか出したりとかして、もし仮にちょっと縮んで帰ってきた時に今42買っちゃってクリーニングで縮んだらもうこんなことになっちゃうから、もう絶対キンクになるなと思ったんで、まあ、あえてサイズを大きめにしといて、まあ、最悪縮んでもジャストぐらいで着れるなということで44を購入しました。まあ、なのでシルエット的にも結構いい感じで収まってるかなと思いますし、それにパッて手袋をつけるとですね、もう英国紳士の出来上がりなんですよね。これぞ英国紳士ということで、まあ、この状態でお出かけしててスマホをいじったりもすることももちろんできるし、さらにこの上からコートとかダウンジャケットとかって着ることももう全然問題ないっていうのを考えた上でコーディネート組んでみたんですけど、まあ、例えば、黒のダウンジャケットとかやったらこれパッて羽織ってもらうだけで、まあ、確かにこれ収まってるやんみたいな、これやったら白のパンツ俺挑戦してみれるかもしれんみたいな感じになるじゃないですか。で、まあ、次にやったら、まあ、ビデイル SL って言って、まあ、バブアーって今流行ってると思うんですけど、まあ、そんな感じのちょっと大人のカジュアルなジャケットみたいな着ても全然これやったら問題ないしっていうことで、まあ、他にもいろんな着方全然できるとは思うんですけども、そういった感じで、まあ、バラバラでも使えるし、まあ、こうやってこれで一つのコーディネートとしても使えるっていうことなんで、まあ、一応購入したということになっておりますので、まあ、僕個人的にもこのデンツに関してはもう間違いなくめっちゃいいやろなっていうのはもう分かってるんですけど、ただセーターに関してはやっぱりウール100を僕今まで持ってなかったんで、やっぱ縮むのが嫌で持ってなかったっていうところもあるので、あえてサイズを大きくしてみたんですけど、この辺はちょっとどうなんかなっていうのは使っていかんと分からないので、今のところはちょっとあんまり分からないんですけど、まあ、そんな感じと、あとまあ白パンに関しては僕以前も履いてたりしたことあるので、まあ、そんなに苦手意識はないので、まあ冬場とかやったらちょっとどうしてもコーディネート暗くなっちゃったりする時なんかに、まあ、こういった白パンっていうか、まあ、一応オフホワイトより白に近いぐらいかなっていうような感じの白パンを履いてあげるだけでもちょっと明るさが出るし、まあ、これやったらね春とかも着れたりはするので、まあ、この上にマウンテンジャケット着たりとかもできるやろうし、まあ、いろんな着方ができるなということで、まあ、白パンは1着あればいいんちゃうかなということで、まあ、ただね汚れたりしたらもう汚れは残っちゃうんですけど、まあ、それはそれでアジアといえばまあまあなんとでもなると思うので、まあ、そんな感じのが購入品ということになってますね。はい、ということになってますので、まあ、以上3点が、購入したものということにはなってるんですけども、まあ、ちょっと今回ですね今までとかやったら1点ずつ分けて紹介してたんですけど、まあ、この3点バッてまとめてギュッて短くして、ほんまやったらいっぱい喋りたいこともっとあったんですけど、まあ、こんな紹介の仕方も一回してみようと思ってやってみましたので、だいぶ言いたいこと言えてないですけどねまあでもそれでも、まあ、こうやって短くコンパクトにした方がいいかもしれないので、まあ、一回ちょっと実験的にやってみたということになっております。全く同じやつは下の動画説明欄に貼ってますので、そこから見ていただければいいかなというふうに思いますので、本日はですね、購入した3点を紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。